半熟にするといい。大体ね、こうやって水飴みたいな、ジャムみたいになってくるの。ほら、鮮やかな色になってきたでしょ、これ。どうも、普通のおっさんです。はい、ということでですね、今回は普通のおっさんが作るですね、普通のおっさんも一つぐらい相当いいもん持ってるもんなんですよ。はい、家で作るよりは。今日はですね、キョムリタン。ケチャップだけで味付けするナポリタン風の貧乏飯ですね。これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料、いきます。このママのパスタのね、1.6mm ぐらいがいいと思います。もっと太くてもいいんだけど 1.6mm ぐらいがいいと思います。卵1個、具は卵だけです。卵なくてもいいんですけど、あった方がいいと思います。カゴメのケチャップね。はい、もう味付けこれだけ、あとは油だけですね。はい、以上です。じゃあね、もうなんか他の YouTuber さんだとね、ここら辺でなんか酒を飲む茶番とかあるんですけども、はい、どうぞ。飯あー、もうエビス体が散った。ああいうの全然いらないんで、普通に作っていきたいと思います。目玉焼き作るんですね。目玉焼き、綺麗な目玉焼き作るんです。これまあ油が小さじ2杯ぐらい、火かけます。普段使いにすごく腹が減ったらね、いつでもできるんですよ。卵とパスタだったらみんな家にあるでしょ。卵、フライパン温まったら卵ね。ここで綺麗に仕上げるためにここね、まとめていくんですよ。そういうんでまとめていくと綺麗な丸い卵になります。目玉焼きになりますので、ちっちゃめのフライパンで寄せながら作った方がいい。半熟にするといい。僕本業はね、料理研究家やってるんですけど、家で料理研究してる時はだいたいこんな感じです。だいたい他の YouTuber さんも画面映ってない時はこんな感じだと思います。できたじゃないですか。僕は半熟がいいんで、これぐらいで、これ一回バットに寄せます。もうパスタ茹でちゃいます。お塩ね、だいたい塩分濃度 1% ぐらいなんで、これね、味見をするんですよ。じゃあ沸騰させて、塩入れて、ほんと軽いスープぐらいの塩分濃度にします。沸かして、こう入れていきます。で、小さい鍋使うときはこうやってグーって押していくと、ぐーっと押すじゃないですか。そうするとパッと離した時に全部入るんで。じゃあこの状態でこれも中火ぐらいでポコ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 鳴らして茹でていきます。その間にソースを作っていきます。はい、で目玉焼き焼いた後のフライパンですね。これまた登場しました。油が大さじ1杯、まあ、これオリーブオイルとかもっと濃厚なのバターとか入れてもいいんですけども、カゴメのケチャップなんだけど、これ大さじ3杯入れていく。これ炒めます。ケチャップっていうのはね、すごく酸味が強いんですけど、トマトすげえいっぱい入ってるんで、旨味がすごい強いんですよ。なんでこれをこのままジュク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 炒めていくと最高のナポリタンのソースになります。だから普通のナポリタンもこの作り方すると美味しい。なんか他の入れたいんであれば、キノコだとかピーマンだとかいろんなもん入れてください。ベーコンとかも、魚肉ソーセージとかもでも美味しいし、こうやって熱していくとトマトケチャップの酸味だけ飛んでいくので、すごくまろやかなケチャップソースになる。そうするとケチャップがね、どん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 こうやって固まってくる。ぺったんぺったんしていくまで加熱します。どん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 ね、ぺったんぺったんしていく。これ非常に重要。だいたいね、こうやって水飴みたいな、ジャムみたいになってくる。じゃあこれぐらいペタッとしたらソースは OK なんで、もう火止めちゃってください。はい、あとはパスタ茹で上がるまで待ちます。プン、早めにやりました。こっからちょっと絡めていくんで、俺の場合こうやってもうね、ザル使うのも面倒なんでこのまま入れちゃいます。でちょっと混ぜる。こうやって入れると適度にねつくんだよね、水分がね。でちょっとね火入れる。
ナポリタンって焼くんですよね。茹で汁少し、そうするとこのペタペタなケチャップに水分がちょっと戻って絡まりやすくなる。ほら、鮮やかな色になってきたでしょ、これ。で、全体にこうやって鮮やかな色がついたら盛ります。華やかな料理研究家みたいな人がやるパスタもいいと思いますけど、シェフがやるとかね、こうやってくたびれたおっさんが作るパスタも結構おつなもんですよ。料理は身近なもんですからね。エプロンなんかみんなしないでしょ。こうやって普段通りの格好で作るんですよ。粉チーズも冷蔵庫入ってるでしょ、まあ、なければね、あのマヨとかでもいいんですけど、はい、で、さっき作っておいた目玉焼き、これおっさんの作る具なしのナポリタン、キョムリタン完成です。じゃあ、おっさんの昼ご飯いただきます。香りが最高にいいね。いただきます。うめえ。普通の人食ったらびっくりですよ。何も具入ってないんだけど、本気パスタ巨大だっけ。いただきます。何笑うと思う。いやいや、手に立てづらいな。いただきます。おいしい。ケチャップとサラダ油だけ。どれでこんなうまくなるんですね。ナポリタンってね、本当は具がいらないんだよね。具なしでこんだけうまくなる。おいしい。卵とチーズ入れてるから、うまみも加わってるんだけど、うん、めちゃくちゃうまいでしょ。結構簡単だし、なんか具入れたかったら適当に炒めて入れればいいから。なるほど、うん、この原型さ分かってれば、パスタソースとかさ、レトルトとかであるじゃん、いらないっす。このテンションだけどね、これちょっと食べさせたかった。俺も大抵声ちっちゃいけど、今日余計ちっちゃい。普段こんなんじゃん。まあまあまあ、違う。美味しかったっす。ごちそうさまです。2本目から飲むから。はい、じゃあ今日はね、普通に感じ悪いおっさんの昼飯紹介したんですけども、こんだけ簡単ですけど、おっさんのこだわりが詰まったレシピなんで、華やかな料理もいいんですけどね、こういう料理もいいと思いますよ。なんで YouTube ってそんな感じでいいんだっけ。そんな感じで、じゃあこんな感じで。だからね、 YouTuber ってね、インパクトに残んないといけないんで、あれなんですよね、キャラ設定しないといけないんですよ。はい、じゃあこれね、おっさんおすすめの食べ方、ぐしゃぐしゃにやる。どれだっけ。俺の声来ちゃん、うん、たっちゃん、本当にちゃん、タツヤ。ちげえ。